自動車日本における自動車、ステーションワゴン、トールワゴン、ルノーカングートヨタ、ジャパンタクシー、トールワゴンとは、日本の自動車雑誌などで、三列シートを持たない、おおむね4人ないし5人乗りの、1.5ボックスタイプの、ミニバンを指す日本独自の和製英語である。トールボーイ、ハイトワゴン、セタカワゴン、プチバンとも。車高が、一般的な機械式駐車場に入らない1550。 ミリメートルを超え3列シートを持たないハッチバックがトールワゴンに分類される。ハッチバックと同程度の床面積で室内容積を稼ぐことができ、加えておこし気味の着座姿勢でハイトワゴンと呼ぶ専門誌も多く2列シートミニバンと呼ばれることもある。また、車格ではハッチバック同様コンパクトカーに属するものがほとんどである。 ヨーロッパなどではミニバンの故障である m p v に含み呼び分けは行われない。ホンダシティ原付バイクの元コンポとともに日本においては1972年に発表されたホンダライフステップバンが当時の軽自動車としては異例となる全高1 6 2 0ト、mm、ルというスタイルで登場したが、ホンダ自体が軽乗用車製造から一時撤退したことからわずか2年で、 製造中止となった。1981年に 3380mm の全長に対し全高 1470mm という、当時としては常識外れな聖高スタイル、トールボーイのホンダ式がデビュー。高さの拡大は、車内空間の拡大を追求した結果として得られた新しい視点であり、加湿容量の拡大にもつながった。 1982年に追加されたハイルーフ仕様のマンハッタンルーフは全高がさらに高められ 1570mm にも達した。1980年代から全高 1500mm でセミトールワゴンとも言えるトヨタスプリンターカリブやミニバンの日産、プレーリーの2列、シートモデルなどがあったが、純粋なトールワゴンは1991年に登場した三菱。 RVR が先駆けと言える。三菱ミニカトッポ軽自動車枠では1990年にデビューした三菱ミニカトッポが元祖とされる。1993年、軽トールワゴンの鈴木ワゴン R が優れたパッケージングで爆発的なヒット商品となり、追従したダイハツムーブとともに軽自動車市場を牽引する存在となった。その人気は、 コンパクトカークラスにも波及し、松田デミオや日産、キューブ、トヨタファンカーゴ、トヨタ BB、トヨタラクティス、ホンダキャパ、三菱、ミラージュディンゴ、三菱、コルトプラス、ダイハツアーフなどが次々登場し、一定の市場を獲得。スライドドアを搭載するコンパクトなトールワゴンは、プチバンとも呼ばれ、1997年のトヨタラウムが先駆けとされる。 車内の広さや乗り降りのしやすさ、取り回しの良さ、維持費の安さといった理由から、若年の子育てファミリー世帯を中心に人気を博している。軽自動車については、軽トールワゴンを参照。ありがとうございます。